球場、斎藤肉源。日本ハムは18日、ZOZO マリンで行われたロッテ戦で逆転負けを喫し、引き分けを挟んだ連勝は5でストップした。初回に4点を奪うも、リードを守れず、新庄剛志監督は、4点守りきれんか。やっぱ悔しい。連敗している時よりも悔しいかなと落胆の色を隠せなかった。そんな指揮官が、もう一回ファームで修行してもらってと、喝を入れたのが、4番手で登板した斎藤幸也投手だ。4対5の8回にマウンドに上がり、先頭の高部にレフト線二塁打を浴び、続く田村は死球。被打で2、3塁に進まれると、荻野に変化球をレフト前に運ばれ、痛恨の1点を失った。いいまっすぐあるのにフォークボールで、まっすぐ行ってほしいなって思うんですけどね。158キロ放っていてもったいない。まっすぐを磨きに、一回行ってもらう。配線処理に、使ったら、すごい、ピッチングをするよ。阪神時代からいい球投げるけど、メンタルが弱かった。週に聞こえ、きっと覚醒するよ。適当に選んでる監督だし。大きな体に、のみの心臓。新庄監督も、二軍降格してほしいわ。稲葉の方が勝てると思うよ。阪神ファンからも、メンタルが指摘されていた。どうやったら克服できるんだろう。自信を持たせるしかないのかな。おっしゃる通り。まっすぐがあってのフォークボール。千賀投手にもそういう時がありました。もう流れ的にロッテになっていた。落ち着いた場面で投げてもらって、評価してもらいたかった。さすがは、王者阪神タイガースの元選手だ。能力が高い選手がたくさんいる。日本ハム、ここで踏ん張れるか、若手が多いから、乗っている時はいいけど落ちてきた時に、支えるベテランがいない。サイトの無様なピッチングは、阪神時代から変わっておらず、怪我の影響ではない。